はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカイベントモデルシボレーカマロ海外パトロールカー仕様を紹介します。はい、トミカ博のシーズンも近くなってきたのでイベントモデルをチェックしていきます。このモデルはシボレーカマロ海外パトロールカー仕様です。ボディカラーはブラックとホワイトだね。でブラックは結構光沢感のあるかっこいい感じだね。でフロントはこんな感じだね。シボレーのエンブレムがプリントされてて SS ってここにもプリントされてるね。でヘッドライトはシルバーの塗装になってます。グリル周りもしっかり作られてるね。でボンネットの部分見ていくと、エアフローのダクトとかもしっかり作られてるね。でルーフの部分には警告灯だね。ブルーのクリアパーツになってます。でルーフの部分には025って書いてあるのはイベントモデルのナンバー25番っていう意味かな。で運転席側はこんな感じだね。ドアのところにはトミカイベントモデルってプリントされてあって、ポリスのロゴみたいなものがプリントされてます。で後ろの方はこんな感じだね。シボレーのエンブレムがプリントされてあって、ここにも SS ってプリントされてあるね。でテールランプはレッドの塗装になってます。で助手席側はこんな感じだね。運転席側と同じデザインになってます。でリアスポイラーの方はボディと一体形成になってます。タイヤの方はサスペンションがついてます。でドアの開閉ギミックがついてるね。内装の方を見てみようかな。こんな感じだね。ハンドルは左ハンドルだね。でシフトノブとかもしっかり作られてます。でリアのこの部分もしっかり作られてるね。何かスピーカーのようなメッシュのような素材が見えます。で裏の方はシボレーカマロナンバー40番の2017年の写真になってます。ベースの車種自体がアメリカの車種なので海外パトロールカーにはぴったりのデザインだね。このブラックとホワイトのこの感じがアメリカっぽいね。箱の方はいつも通りトミカイベントモデルのパッケージだね。ナンバー25番がプリントされてます。で側面はこんな感じだね。ここに GM のロゴが入ってるね。で後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカイベントモデルのシボレーカマロ海外パトロールカー仕様を紹介しました。日本のパトカーもかっこいいけど海外仕様のパトロールカーもかっこいいね。ちょっと強そうだね。やっぱりこの警告灯がブルーだったりポリスのエンブレムだったり海外のパトカーのイメージがしっかり再現されてるね。でこのモデルを手に入れたい方は次回のトミカ博で購入できます。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。